阪神及川正樹が24日巨人戦先発へ。阪神及川正樹投手が24日の巨人戦甲子園に先発する見込みとなった。同じ金曜日に登板していた青柳が出場選手登録を抹消され、その代役として白羽の矢が立った模様だ。及川は2軍で先発調整を続けていたが、中継ぎとして1軍昇格し、17日ヤクルト戦で今季初登板。次の試合で桐敷がベンチに戻って及川がベンチ外になれば確定やな。及川投手も先発転向を望んでいたし、結果が出ると良いですよね。青柳、伊藤将司、大竹がいまいち調子上がらなくても、及川くんやビーズリーがファームから満を持して上がってくる投手王国阪神よな。チャンスやね、期待に応えてくださいよ。及川先発、面白いな。そろそろ及川も才能を開花させるべき年齢ですからね、頑張ってほしいです。先発のチャンスはそう多くない、この少ないチャンスをものにしてほしい。伊藤将司の代わりがビーズリーで、青柳の代わりが及川、いや、何歩でも代わりがいてるからありがたいわ。阪神投手陣の層の厚さは12球団一や。巨人戦の頭ってすごいプレッシャーだろうけど、うまくいったら使ってもらえるチャンス、およよ頑張れ。確かに巨人は左ばっかりだけど、怖いのは右なんだよな。及川にとって先発定着への試金石になるので頑張ってほしい。今のおよよならそれなりに抑えてくれそう。この前の2イニングもまとまってたし、期待しております。思いっきり投げてください。及川くん、希望が叶ってよかったですね。フォアボール連発で自滅はダメですよ、思い切って投げましょう。巨人の得点圏打率見たら誰でも先発いけそうな気がするけど。門別ばかりが話題になっていたが、及川もいたか。本当に層が厚い、もちろん量ではなく質で。まだ1試合やけどだいぶ良くなった印象。まっすぐのキレも良かったし、初回から飛ばしてほしいな。今までの金曜日のストレスを晴らしてくれ。伊藤がいない今が及川には大きなチャンス。もともと球威は伊藤や大竹よりもあるんだし、制球も悪くはない。決め球と呼べるものはないが、坂本のリードで見てみたい。西潤もおるでわら。相手は飛ぼうでしょ。個人的今年初甲子園でこれは正直きついわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。